ちは。こんにちは。さあ、中日ファンの皆さん、はい、嬉しい情報が入ってきました。カリステ選手、来季契約に中日との大筋合意、残留へ、家族みたいなチームということで、深いドラゴンズ愛、できれば引退まで日本でやりたいという、もうね、涙が出てしまうようなコメントが出てきましたよ。たなよかったですね。よかったけど、お前カリステ1本これ動画にするのか大丈夫かもう豊さんといえばカリステ、カリステといえば豊さん。いや、そうだな。はい、なんで最後のも使ってくれなかったのかね。そうですよねまあまあ、でもこれね、うん、カリステは本当にあの真摯にいろんなポジションをね守りながら、いや頑張ったと思うよな。そうなんですよ。まあ、来季の契約大筋合意したことが10月1日分かったということで、うん、まあ、来日2年目の今シーズンは内外野の4ポジションと5つの打順をこなすなど、攻守でチームの穴を埋める活躍を見せたカリビアンの働きを評価、条件面については今後詳細を詰めていくということです。でやっぱりカリステ選手も中日愛が非常に大きいということなんですよね。あのね、弱いチームって意外に家族愛みたいになるんだよね、はい、まとまりやすいという。あ、そうなんですね。だから標的がいるから、うん、弱いチームって必ず標的がいるんだ、はい、強いチームっていうのは標的あんまないんだ、はい、これなぜかというと勝たなきゃいかんっていうのが、うんうんうん、弱いチームっていうのは自分たちの立場を守らなきゃいかんっていうのが、同じ選手同士でね。そうそう、なるほど。だからまあ標的を作るんだけど勝手に、うん、だからまあ家族愛みたいなね、うん、まあ、そういうことが生まれたんだと思うけど、まあ悪いことではないけどもね。そうですよね、うん、でもいいことでもない、うん、これなぜかというとやっぱ競争してほしいよな、強くなるために。もちろんそうですね、まあ、してるんだろうけどもね、うん、あとは、まあ、来季の監督がまだ誰になるかは決まってないですけれども、はいはい、その来季の監督、コーチ陣がカリステ選手をどういうふうに起用していくのかっていう、まあ、でも、うん、首脳陣がカリステの力を見抜けないようなやつを監督として連れてきたらね、はい、俺怒っちゃう俺怒っちゃう、 怒っちゃう。そうですよね、言いに来ましたよね。怒っちゃう。でもね、ファームだったりベンチだったり代打だったりだったら、ね、そうですよ。まあ、ただカリステを使わないでいいぐらいに日本人の選手とか伸びてくると若手がね、まあそれはもう心強いけども、まだまだやっぱカリステって多分使えると思うし、やってくれると思うよ。今シーズンは主に外野でしたけれども、やっぱり外野の選手でいいんですか、そこは。まあでも外野も慣れてきたな、ようまくなってきた、で送球も良くなってきたしさ、だから悪くはないなと思うけども、まあ、内野にいてほしい選手だけど、内野も飽和状態になってきてるからな。そうなんですよね、うん、今なのでどうするのか、まあ、そうだな、はい、なので外野というと岡林選手と細川選手は一応決まっているので、はいはい、あとそのレフトだったりをどうするのか、まあ、そうだなっていうとこ、うんうん、だからまあでもいてくれて本当に助かる選手だから。そうなんですよね、まあ、だから森内が言うように、うん、内野の方がいいんですか外野の方がいいんですかって、まあでもどこでもできるような状態を作っておくっていうのが、うんうん、まあカリステが一番生きる生き方だよな、うん、プラスアルファ生き残れる道でもありますよね。そうだね。そう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 。で、現段階で取ってる中で中日残り3試合で、はい、あと3本でシーズン100安打ということなので、うん、この動画が流れてるときはそれが減らせてるのかどうなのか。100安打はな、達成してあげたいよな、うん、ね、あと3本なので。そうだな、ぜひ。でも使われるかどうかわからない。 そこなんですよなあ、そこなんですよね、うん、なのであと3本出るといいなっていうところも、まあ、そうだね、はいはい、ありますし、あとはですね、マルティネス選手に関してなんですけれども、はい、中日ライデル・マルティネス選手と来季の去就は白紙を強調ということで、ちょっとこれは心配。どっちが白紙を、マルティネスの方が。中日のマルティネスが1日、マルティネスの方です。来シーズンの去就について現状の白紙を強調し、うん、シーズン終了後に球団と本格交渉することを明かしたので、これ球団側ではなくてライバルの方ですね。まあいるのといないのじゃ全く違うからね。そうですよね。いや監督が引き受ける人も、はい、いやライバルどうするんですかって。そこですよ、ね。いやその去就がわからない限り受けませんよみたいな。人もいるぐらいの影響力はあるよね。そうなんですよ。球団とシーズンが終わるまではそういう話はしたくないという話をした。まだ3試合残っているので終わったら話を続けようということということで、ライデルの方からちょっと待ったと、白紙ですよまだっていうことをコメントしたということなので、例えばね、
ファンは、いや、あの自分中日大好きです、来シーズンもここでユニフォーム着れるようにっていうことを待ってたと思うんですけれども、ちょっとなかなかドキドキするような発言なんですよね。あ、だから、うん、内部が分かんないからね。あのそうですね、交渉するのはキューバとどうのこうのとか、うん、で給料制とか言ってるけども、うん、どのぐらいの反映してるのか、うんうん、っていうのも分からないしさ、はい、これ何とも言えないよね。そうですね、ライデルがお金が欲しくないっていうやつはいないと思うんだよ。もちろん、はい、だからそうなってくると、どういうふうな給料形態で、はい、他がこのぐらい出したら給料がこのぐらいアップするとかさ、はい、もうそういうことも分からんしな。そうなんですよ、ね、だからなかなかこう言えないよね。なのでそこの内部事情だったり、どういう交渉の仕方をキューバ政府といろんな球団がするのかが見えてこないので、そうな、まあ、どこ行ったって成績は残せる人だからさ、うんうん、これはもう保証できるぐらいなこう完璧度があるからね。そうなんです、今シーズン43セーブを上げて2年ぶり2度目のタイトルももう確定と。そうだよね、はい、うん、なので、まあ、球団は今シーズンの年俸推定なんですけれども、2億円から大幅増の契約を用意して、まあ、移入する方針。ただ他球団2億円安いよからの大幅増、こっからはそうですよね。そうだね、だからまあ給料制とはいえ、うん、いくらもらってるっていう、まあ、年俸制にしたらさ、はい、やっぱそこら辺はもう選手としてのプライドはあるだろうしな。もちろんそうですよね。いや、だからそれなりのお金は用意してあげないと、うん、はい、残るっていうことにはならんのかなとは思うけどね。プラスアルファ他球団との争奪戦になる可能性が大きいということなので、こういったマネーゲームであったりとかどうなるのか。あとはあの11月プレミア12があるんですけれども、これにキューバ代表として出場することが濃厚と言われているので。やばい。そうなの、これもしかしてこれアメリカで、ね、いや、それはね、憶測で喋らない方がいい。そうですね、このことは。まあ、あのワフィンは亡命とかそういうのはしないですっていうのはなんか夏ぐらいには話されていたので、まあ、そこはね、まあ、それは信じるしかないよ。そうですね、まあ、でもあの彼の人生なので、でも大体ね、するとは言う人はいないよ。それいないですよね。それはもちろん僕は亡命しますよ。いないない、そんなやつはいないよ、うん、ただそこはまあ、あのご自身の人生なのでどういうふうに考えているかちょっとわからない、まあ、くはありますけれども、はいはい、まあ、中日ファンとしては残ってほしいと。いや、そりゃそうだよ、うん、これだけ頼れる守護神っていないよ。そうですよね、うん、そしてまた他の外国人選手に関すると、はい、リカーソンどうなりますかね。リカーソンいらないでしょ。あ、まあ、いらないでしょ。あ、そうか、そうですね。いるの？いや、あの、いらないでしょ、はい、カリステがいるから。そうですね、うん、あのもうカリステでいいと。まあ、一時ね、リカーソン出てきて、あの腰が悪いから、あの人工芝で走るとこ行きたくなる。言ってました。 なんかね、あるらしいですね。いや、だからリカーソン1年契約、ここちょっと契約見えてこないんですけれども、まあ、仮に1年契約だとすれば、もうちょっと球団としてはその分を多分あのライデルに回すでしょうし。あ、そうだ、はい、あとはピッチャーでいうとメヒアとフェリス投手もいます。メヒア投手は本当ちょっと今シーズン先発で不安定だったかなと。あ、そうだな、はい。どうなんだろうな、あれが実力なのか、いや今年うまくいかなかったのか、うん、いやメヒアって最初来た年ってすごくいいなと思ったピッチャーの一人だから、うん、はい、だからこれどうなんだろうなと思うよね。例えばあの小笠原投手がメジャーっていう記事が出てる中で、そうなってくると先発が1枚もし行くとなると、減るとなると、いや行かないと思う。あ、行かないですか。行けないと思う。あ、おう、なんで今年の成績だとっていう。何ポスティングで、はい、本人もこの成績じゃいかないんじゃないですかね。なんか代理人をつけたつけないみたいな話もちょっと出てきたりとかもあったので、まあ、そこら辺との兼ね合いも出てくるのかなとか思うんですけ ど、うん、メヒアとフェリス投手どうなるのか、まあ、あのガラッと、ね、政権が変わるので、まあ、そうだね、はい、監督次第っていうのもあるよな、うん、ありますね。あとはあの嬉しいことに大島選手はあの現役続行しますと言ってくれたのでいいじゃん、何をやったーと何をこれやったっていうふうに。まあそうだね、うん、まあでも、まあ、先発出場っていうのはなかなかな、はい、まあ、年齢的に、うん、まあまあ大島は動けるけどもね、うんうんうん、まあ、だけど代打とか、はい、まあ、そういう扱いが多くなってくるかなとは思うけどね。これもやっぱり監督とかコーチ陣次第、首脳陣次第ってことに気を乗せる。まあそうだな、でも続行させるっていうことは、うん、まあ、球団も OK してるわけだろうから、うん、そうですよね、まあ、残るよね。そうですよね、うん、なので、あ、それは良かったなっていうふうに思ってますけれども、まあ、そうだな、はいはい、
まあ、ただね、他の外国人、ね、選手、投手であったりとかが、監督が決まらないとなかなか、まあそうだね、うん、このあたりは明らかになってこないのかな。まあ、中日は外国人取ってくるのに、うん、なんかパイプがあるからね、うん、そうですね、だから、例えばメヒアとかフェリスとか、うん、例えば今季限りでっていうふうになっても、はい、それ相応のピッチャーと連れてきそうな気がするんだよね。あ、確かに。だからまあ一新した方がいいかもわからないな。そうですね。お金がかかるね。まあ、でもあのキューバとかあの、ね、あっち 南米系だと結構こう最初安い金額で来てくれて、そこから働いてくれる。わからんぞお前。もう高いこと言われちゃう。仲介に入ってるやつが高いこと言ってくるんだよ多分。交渉の人が。交渉のプロがいっぱいいるから。ネゴシエーターいますね。わからないけどさ、わからないけども安い。って思って連れてきたのが仲介料がいくらかかったとか、うん、この仲介で結構取られてる可能性もあって、年俸は安く抑えてるかもわからないけども、うんうん、その分この仲介料に取られてるっていうケースもあるし、だから安くはないと思うんだよね、うんうん、それでもなんかこう一掃した方がなんかいいような気はするけどね。そうですね。だからカリステとライマル、うん、この2人は残す方向で、うん、他は一新した方がいいかもね。あとどうですか、例えばあの絶好調だった時の、はいはい、例えばあのウッズとか、はい、まあ、ビシエドとかいましたけど、ああいうようなこうクリーンアップで長打打てるようなまた外国人選手っていうのは取ってきそうですかね、このオフどうですか。ちょっと最近当たってないんですよね。いや、他の球団でさ、うん、パワーヒッターっている今、外国人いないですね。そんなにいないと思うんだよ、うん、あ、レイエスなんかもう本当にいいけど、でも守れなかったりとか、はい、まあ、いろんなことがあるでしょ、うん、だから、そうだな、打っても走れなかったら困るし、うん、で、率も2割2、3分の30本じゃさ、うん、はい、で、走れない、うん、それでいるかって思うしさ、こうバランスの取れた選手っていうのはなかなかいないけど、はい、まあ、何が必要かだよね。これは監督が決まってから、その監督が球団側に、例えばそういう長距離ホームランを打てる外国人選手欲しいですか。まあ、でもさ、中日 の, あのバンテリンで、うん、打っても30本いくかいかないかだろう、うん、それだったら確実性がある、うん、チャンスの強い方が良くない、まあ、カリステ選手みたいな言ってくれたの。ありがとう。調査されますよね。そう、あの走れるし、いや、その方が走れるしな、うん、だからいいと思う、まあ、得点能力上がりますよね、そっちも。もう花からあの球場でフェンスオーバーっていうのはあんまりもう考えない方がいい、うん、そうです、ね、まあ、普通に言ったら入るよみたいなぐらいでいいんじゃない、うんうん、今年は中日オフに、まあ、監督も誰になるのかであったりとか、カリステは決まりましたけれども、ライデルの去就どうなのかとか、はいはい、まだまだこう、ね、話題が尽きなさそうですね。まあ、そうだな、うん、まあ、早くね、やっぱ監督決めて、まあ、やっぱり練習だよ、うんうん、なんていうのかな、思うけど、はい、やっぱり練習しないとダメだな、うん、そうですね。だから厳しいことはいらないけども、うん、緊張感のある練習をした方がやっぱ身についていくな、はい、うん、だからそれが多くできるかどうかだよ、まあ、この秋 にかけてっていうことですよ ね、まあ、ね、楽しくはできないよ、うんうんうん、と思う、強くなろうと思うと、練習試合の時に楽しめばいいけど、うん、練習の時はやっぱね厳しいもんだよ、緊張感があって追い込んだりっていうことですよ ね、 そうだね、うん、だからやみくもにそういう厳しいことをやればいい、練習やればいいっていうことではないけど、はい、やっぱそれなりの緊張感を持ってね、はい、やらないと身になってこないなと思うけどね。そうですね、はい。